どうも、シューズ TV です。まだ紹介してないトイストーリーのおもちゃたちを紹介したいと思います。はい、まずはですね、こちらまだ紹介してないですね、ラジコン。はい、これもね、何種類か売られてるみたいなんですけども、本当はもう一回り大きいやつが欲しかったんですけど、まあギリですね、これで。まあこの大きさだったら、まあなんかリアリティがあるかなっていう感じなので、はい、まあちょっとちっちゃいんですけど、まあでもギリ OK かなっていう。まあ基本的にはもう映画と一緒のこうリアリティを求めてるので、はい、そういう感じで購入してます。はい、これもまだ購入、紹介してませんね。これボーピープの、羊ですね。はい、でこれがいるのにもかかわらず、なぜボーピープがいないかっていう話なんですけども、基本的にこれとね、ボーピープってセットで売ってるんですけども、ね、なんかね、ボーがね、映画とだいぶ顔が違うなって思うんですよ、売られてるものがね。なんかあの映画そっくりの、なんかもうフランス人形って感じのボーピープがあったらすぐ買いたいんですけども、なかなかないので、なんか情報ある方ね、知ってる人いたら教えてください。これとセットで売ってるやつもあるんですけど、なんか顔がね、いまいち本物のボーピープっぽくなくて買ってないんですよ。はい、でそしてこれもまだ紹介してません、エニー。これずっと欲しかったんですよ。これディズニーオンアイスで売られてたもので、でこれ実際に本当に双眼鏡として使えるんですよ。ここから覗けば本当に、大きく見えます。すごくいいですよね。そして、お待たせしました、じゃじゃーん、ミセスポテトヘッド。だいぶ遅れて買っちゃいましたけどもね、やっとミスターとミセスが揃いましたね。え、なんかミスターポテトヘッドも寂しかったと思いますけども、ミセスポテトヘッドが来ましたということですね。はい、これはね、もともとディズニーランドで売られてて、中にキャンディーが入ってたんですよね。多分1400円ぐらいで売られてたんじゃなかったでしたっけね。はい、で、よくなんかいろんなものをね、どこで買ってるのって聞かれるんですけど、基本的に僕全部ネットです。ネットでもう Yahoo でも Google でも何でもいいので、ミセスポテトヘッド購入って調べたりとか、あのレニーだったらトイストーリーレニー購入って調べたりして、Yahoo オクとかメルカリとか、もういろんなものがあるじゃないですか。もうそういうのでどん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 いいのがあったら買っていってます。はい、でこんな感じでね、どん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 トイストーリーのおもちゃ、1と2に出てきたおもちゃはね、どん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 買っていくんですけども、今一番欲しいのはミスターマイクとか、あとはウィージーもすごく欲しいですね。金額がね、結構高いんすよ。もうなんかプレミアなんすよね、なんか。だからね、なんか安く出るのを待ってるんですけども、まあ、とりあえず、トイストーリーのアンディのリアルおもちゃはどん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 購入していきたいと思います。あ、あとブルーズアイ。ブルーズアイも早く買わないと、ウッディたちがかわいそうですね。はい、まあ、こんな感じでどんどん購入していきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。さよなら。